学習指導案とは、教員が授業、講習などを、どのように進めていくかを記載した、学習指導、学習支援の計画書のことである。教育現場における略語としては、主に指導案の語が用いられている。教科、領域によっては、支援案と呼ぶこともある。なお、社会教育、生涯教育、生涯学習の観点からは、学習プログラムと呼ばれている。 教員が授業を行うにあたり、年間指導計画に基づき、どのように指導するかを計画する必要がある。例えば、何時間で指導するか、どのような学習形態で授業を行うかなどである。これらを踏まえて、単元の目標を達成するために、今回の授業で何を、どのような順序や方法で指導し、またどのように、児童、生徒を評価するかについて、 一定の形式にまとめたものが学習指導案である。学習指導案は多くの場合、研究授業や授業参観などで参観者に対して授業の狙いや展開などを説明するために作成される。また、教科教育法などでの模擬授業、教育実習における授業内容の事前確認など教職課程の中でも使用される。具体的には、 学習集団の様子を踏まえ、児童、生徒と教材を、どのような手立てで結びつけ、どのような特性を身につけさせるのかを示し、単元の目標、使用する教材に対する考え方と、今回の授業の狙い、実際の授業の展開案、そして、事後の評価方法を、あらかじめ整理して記載するものである。なお、最近はフローチャートによる、授業展開、 観点別の評価を記載することもある。学習指導案に記載する内容は、基本的に授業においての指導の狙いが伝わるように記載することが求められる。書式については特に定めがあるわけではないが、授業者の意図が伝わるようにするため、様々な工夫がなされている。詳細な内容を含む案を、再案、学習の流れの計画案を中心とした案を、略案と呼ぶ、地域、 学校もある。ありがとうございます。